悪人よりも周りの人々に不幸をもたらす、カナダの言い伝え。イリア君の他人嘘。田舎のばあさん意識戻ったって。え、お前が心配してるんじゃないかって、お袋がうるさいから。あ、そうなんだ、 よかったね。お前さ、何、いや、いい、何を気になるだろ、ごめん、大丈夫、お前何やってんだよ、待ってごめん、待ってごめん、おやじ、お父ちゃん、どこじゃないだろう。まっちゃんから連絡を受けて慌てて飛んで帰ってきたんだ。いやいや、帰ってきてよかったよ。お前らまだその高校生なんだから。そうそう、まずは健全な交際を。そう、健全な。何言ってんだよお前。そうそう、やってて、何しましたよ。この相手にするかよ。え、おやすみ。ちゃうねん、これ父ちゃん、ちゃうねんよこれ。だいたいさ、腕も腕も同じ体型なんだよ。あんたたちはそれでもなんだよ。何よ、急にそんなこと言い出して。俺がさ、一つ屋根の下で二人きりになっても何もないのって。二人きりって、リエ君と、えぇ、うっそー、何だよ、何じゅうことを、何があったのよ。まさかあの入江と、嫌な予感。ドキ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 、何でかいんだよ俺。俺は電子版に変なビル貼り付けたらな、俺が仕事してんからな。どうしてんだお前やったんか。お前また変なビラを張って。中村、お前か。なんで僕が都会です。行かなくない都会なんです。おい、リキ、また都会だって。どうしよう、またエリエ君に怒られる。まあまあ、これも運命だから。ねえ、ちょっと、何あれ、感じ悪い。私の入江君、私の生徒の入江君にあんなこと。私、純血が怪我されて重いです。純血先生、まさかまだバージン。比喩です、比喩。ここから海の三人はバカとは何ですか。バカとはまだ言ってないでしょ、バカ。ほら言った、今言いましたね、今。もうね、これだからね、ふぐみの担任はいけないんですよ。ふぐみってうちの生徒は関係ないじゃないですか。ごめんね、入江君。だから無断努力するなっつったろ。それもだけど、そうじゃなくて、あの掲示板のこと。ただいま、おかえりなさい。ごめんね、ことこっちは心配かけちゃって。いや、なーに二人ともそんな離れて座ってんの。お兄ちゃんたら、テレ屋さん。あ、おいしそうね、ちょっとこれ。おいしい、これことこちゃん作ったの。料理上手じゃない。いや、あの、これ入江くんが。え、お兄ちゃん作ったの。ほんとだ、すごくおいしい。お兄ちゃんがお料理作るなんて、さすがことこちゃん。え、ママ、作ったのはお兄ちゃんなのに
わ。だってお兄ちゃんがお料理するなんてことこちゃんじゃないとできないじゃない。ねえ。そうですか。うん。確かにそうだな。いいか、今配っている資料は進路についての資料だ。みんな気合を入れて読んでいくように。先生、はい、なんで進学資料じゃないの？入れる大学ないからだ。私、うちの大学エスカレーターでいいんだけど。エスカレーターは校庭お止まりなんだよ、F 組じゃ。バカモン、お前たちはもっと気合を入れろ、気合を。な、高校3年というこの大切な時はたった1度しかないんだ。ここで頑張んないでどうする。ここで高校になって1回しかないじゃん。入団すればもう一回やれるぞ。うまい。お前たちってば。この子はどうすんの？私は入江君と同じ大学っていうのは絶対無理だよ。だって向こうは学校一の超天才なんだもん。うん、無理無理。それはちょっと、うん、無理無理。直樹は東大理学部か。俺とレイ子は清音学部だ。私も東大よ。だってレイ子ちゃん大体清音学部出身だろ。私は私よ。じゃあ俺も東大だ。お前さ、海外留学したらどうだよ。東大なんか当たり前すぎてつまんないだろ、お前には。進路か。私さ、美術系の専門学校行こうと思ってんだ。え？私は短大の保育科かな。みんなもう進路決めてんだ。だって迷うほど選べる道ないもん。そうそう、うん、金ちゃん。うん。金ちゃんは進路もう決めたの？悪いことか、今日俺急いでんな。あ、何よ、金ちゃん、せっかくことか誘ってんの。そうだよ、大事だ、こっちゃん。こうなったらこの手しかないからな。しっ、何やらちゃうよ、金ちゃん。金ちゃん、金ちゃん、私、どうしたらいいのかな。お待たせ、はい、ご苦労さん。はい、じゃあいただきます。いただきます。入江君、入江君はやっぱり東大受けるんだよね。あら、ダメよダメダメ、東大なんて頭良すぎて面白みがないもん、東大の男なんて。え、でもあのおじさんもほらね、東大男はやっぱり専門職じゃなきゃ。しげさんみたいなプロの料理人なんていいわ。しげさんが包丁持ってる時の姿惚れ惚れしちゃうもんね。そうですかね、うん、あのね、ママ、お兄ちゃんは日本一の天才なの、うんうん、それがどうして。あ、そうだ、お兄ちゃんしげさんに弟子入りしたら、ことこちゃんと結婚して。おばさん、ママ。そしたらことこちゃんは本当の娘になるわけだし、一石二鳥じゃない。絶対反対だよ、冗談じゃないよ。僕、ことこがお姉ちゃんになるくらいだったら死んでやる。ねえ、いいと思わな、あなた。うんうんうん、何よ、煮え切らないわね。だから東大での男はダメなのよ。お兄ちゃんは板前さん、しげさんみたいな。結婚か、ダーリン。なんだ、なんだい、ハニー。なんだい、あー、もう、いやいやいや。お願いします、弟子入りさせてください。ダメだダメだ、いくらことこの友達でも。いや、そこ、なんとか、なんでもやります。根性と体力は弱い。どうしてもっていうならな、ちゃんと高校を卒業してから来い。それやったら遅すぎるんです。え、よろしくお願いいたします。そんなことでサービスの質を落としてどうする。人手が足りないんだったらな、私がやる。もういい。親父、会社どうかしたのか。あ、いや、大したことないんだ。大丈夫大丈夫。それよりどうするんだ、大学は。やっぱり東大か。まあ、お父さんは直樹が東大に行ってくれれば嬉しいけど、お前の人生だからな。お前の好きなようにすればいいんだ。でも会社のこともあるしさ。いや、いいんだよ、うん、どうせ一人で始めた会社だし、一代で終わってもいいさ。東大でもどこでもお前が決めたとこだったらお父さん何にも言わない。何しろお前は自慢の息子だからな。な。やっぱり東大か。先生、どうした。
私東大に行きたいんです。ちょっと待って、あの東大の一番近くにある短大とかの専門学校に行きたいんですけど、そういうのいます？やだ信じらんない、ゾンビみたいな女。入江くんかわいそう、ほとんど変質者ね。まあ心配しなくても彼女はどこも受かんないわ。先生また生徒のやる気を奪うようなこと言って、それでも教師ですか、まあ、素晴らしいガッツじゃないですか。先生、私の進路は君たちも一緒にガッツを出そう。やめてください先生。私の進路、ママ、なんでお前なんだろう、本番だから食え。何よ、煮え切らないわね。だから東大からもごめんな。どうしたの今、浮いちゃった。お兄ちゃん、なんかそんなのが見ありがとうございました。おいしそう。じゃあどんどん食べてよ。ごちそうになります。はい、いただきます。はいはい、いらっしゃい。ちょっと危ないじゃない。金ちゃん、どうしたのこんなとこで。弟子入りしたいな、お父さんに。お父さん？おいおい金、お父さんじゃないだろ、親方だろ。はい、そうでした。はい、そのうちな。断ってもめげないんだよこいつ。まあその根性を買ってな。凛ちゃん、そんなこと一言も。ああ、前からな、料理になりたいと思っとったよ。どうして急に。もうのんびりしてられへんからな。男をいつまでも悪魔の家に置いとかれへん。失礼よ、そんな言い方。さすがバカ、大事な将来を不純な動機で決めるな。あお、好きな女のために人生かけるのどこが不純や。凛ちゃん、えらい、敵ながらあっぱれだわ。そうですか。お兄ちゃん、負けてらんないわよ。ママ、いや、琴子ちゃんってモテんのね。いや、それほどでも。ねえ、しげさん。いや、どうしよう。揺れる乙女だ。勇気はいいの。みんないろいろ考えてるんだね、将来のこと。いいなあ、目標がはっきりしてて。私は何ができるんだろう、何をやりたいんだろう、わかんないや。入江くんは？あ、もしかして入江くんも迷ってたりして、私と同じとかね。一緒にすんな。だってお前には何もないもんな。え？空っぽだろ、頭の中も。じゃあ入江くんは何よ、何がしたいのよ。ほら、言えないくせに。お前には関係ない。あるよ、関係ある。はい、あるってば。私は入江くんのことが好きなんだから。学園長は入江君にはうちの大学からの交換留学も考えてほしいとおっしゃってるんだけど、ご両親ともよーく相談してみて。はい。直樹も迷ってるみたいだな。案外あいつも普通の人間なんだ。そういえばあいつ最近前みたいなハイパーって感じしないもんな。あの FB のバカと付き始めてからさ。バカなこと言わないで。直樹はあんなこと付き合ってなんかいないわ。テイコちゃん、ただいま。お友達、こんにちは。ね、何してるの。なんだよ、あっち行けよ。あ、なにこれ。表彰状だよ、作文コンクールの最優秀賞だったんだぞ。すっごい。ね、ちょっと見せて。は
もう何すんだよ。いいじゃない。返せよ。僕の夢は将来お兄ちゃんが社長、僕が副社長としていろんなアイデアを出し合い、お父さんの会社を世界に誇るエクセレントカンパニーにすること。返せよ。返せよ。それが僕の夢です。まだママにも見せてないのに。入江くんが社長か。そうだね、秘書なんてどうかな。は？社長秘書、ねえ、こんなタイトスカートさビシッと着こなしててさ、ね、社長、本日はアメリカの総理大臣とお会いする予定です。なんちゃって、似合う似合う。バカ、アメリカは総理大臣じゃなくて大統領じゃないか。そうだっけ。ゆきのお姉さんって結構バカだな。ちょっとあなた、失礼ってもんじゃない。こんなのお姉ちゃんじゃないよ。ゆきくん、ゆうきどうしちゃったのかしら。ゆうき食べたくないって。はあ、まったく。後で何か持ってってやるよ。うん、私また怒らせちゃった。ことこちゃんのせいじゃないわよ。あの子わがままだから甘やかしすぎちゃったのよね。でもゆうきくん、今日作文コンクールで最優秀賞取ったんですよ。おめでとうって言ってあげなくちゃ。あら、あの子そんなこと一言も。入江くんが社長で、自分は副社長になっておじさんの会社を大きくするんだって書いてて、おじさん喜ぶね。きっと入江くんが社長になったら本当すっごい会社になりそうね。えねえ、ごちそうさま。え、入江くん、ちょ、お兄ちゃん、たくもう二人ともわっかままなんだからね。コンクリセンターへ行っちゃうね。相原、お前だけだぞ、進路志望の調査書出してないのは。あ、はい。親御さんともよーく相談してな。はい、すみません。よし。永久就職って書いてもええぞ、ことこ。俺が一人前の板前になって幸せにしたる。じゃあ、それまで待っとる。ほな。あ、出た出た。兄ちゃん、ちょっと待って。本当に永久就職って書いたら進路とのことだと思った。いいじゃん。もう直樹、大事な話があるの。明日1時に赤坂のカフェデプレで来てくれるでしょ。分かった。じゃあ明日。デートの邪魔はしないでね。ここに来るの久しぶりね。いらっしゃいませ。入江くん、どうしても一緒にいるだろう。入江くんしか見てないから。成績だっていつも直樹の次だし。じゃ、ずっと2番ずっと入江くんの下。福見のバカに言われたくない。私だって入江くん以外の人にバカって言われたくない。ブーで。それで大事な話になるんですね。将来のこと、私たちの。決めてくれない？早く。東大に行くの？それとも留学？どっちでもいいだろ、そんなこと。よくないの。私も直樹と同じ大学に行くつもりだから。お前そんなことで進路決めんのか。そうよ、分かってるでしょ、私の気持ち。
離れないわ直樹と。あんな子なんかに負けない。あいつは関係ない。あるの直樹。こっちを見て、私をちゃんと見て。琴子ちゃんが欠席か。寂しいわね。あいつもとわがままで、お兄ちゃんまた琴子ちゃんに意地悪したんじゃないでしょうね。まっちゃん、お兄ちゃんったらいじめっ子なんだから。ママ、ママは一体誰のママなのさ。琴子と僕たちとどっちが大事なのさ。いやね、やきもち焼いちゃって大人びたようなこと言ってても、まだ子供なんだから。いいんですかこの張り紙。今度こんなことしたやつはただじゃおかないっつうの。あやなやなこんなの。根性ある同士のカップルで。あいやいや、あそうですね。あれ、あくれ、誰やこんなんしたわ。お前だ、お前だ、こら、あとお前か。ちゃいます、ちゃいます、僕じゃありません。こっちじゃダメだ、僕だった。僕じゃありません。うるせえぞ、つえ。僕じゃないですよ。やめてください。何なのよ、男あれは。やめ、あの、何でもないのよ。どういうことか。渡辺君とデートするなんて。もう誤解だって。当たらない。男は入れて一筋なんだからさ。そうそう、ねね、直樹の次は純一。あなたもよくやるわね。ちょっと、あんな写真が出たからって威張んないでよね。琴子だって入江君とキスぐらいしてるんだから。ちょっちゃいんか。直樹、本当なの？彼女とキスしたって。とぼけないでよ。入学式の日、廊下で。ああ思い出した。あれなら衝突事故だ。こっちは被害者。直樹のことだもの。汚いなんて言ったんじゃないの。なに男のキスは汚いやと。お前そんなこと言ったんか。お前言った。こんな野郎。そんなことだと思ったわ。変な噂撒き散らさないでほしいわね。別に私そんなつもりじゃ。くだらないことすんなよ。何のこと。勉強も恋も全力主義なの私。
なーに、みんな元気ないわね。おばさん、私このポテトサラダにも目がないんですよ。ゆいちゃん、なんか疲れてないか。いや大丈夫大丈夫。はい、ちょっと待ちください。昼もフライだって。あなた、会社から電話。いやーねー、こんな時間まで仕事仕事、うん、ゆいちゃんも大変だ、社長だもんな。ちょっと出てくる。だってご飯は普通じゃないよ。もういいよ、全然食べてないの。大丈夫大丈夫。あ、戸締まりな、うん、で気をつけて。はいはい、全く仕事人間なんだから。お兄ちゃんもあんな風になったら嫌よ。ゆりちゃん疲れてるみたいだから、本当はちゃんと休んだ方がいいんだけどな。言っても聞かないのよ。あ、いやそれよりね、うん、私ね、いいこと考えついたの。ママのいいことって絶対いつも良くないことなんだから。この家をね、改築しようと思うの。じゃーん、はい、入江家完成予想図ね。じゃーん、これがことこちゃんのお部屋、これがしんけさん。ママ、ね、何言ってんだよ。おばさん、まっちゃん、ゆりちゃん知ってるのかそのこと。あの、いいのいいの、あの人はね、仕事にしか興味ないんだから。いやいや、いくらなんでもそれ。それでさ、ことこちゃんとお兄ちゃんが結婚したら、私たち本当に親類同士よ。あの人だってね、反対するわけないのよ、うん、絶対反対なんかさ。いい加減にしろよ。お兄ちゃん、ゆりえくん、今親父がどんなに大変か分かってんのか、どんな思いで仕事してんのか分かってんのかよ。家族なんだと思ってんだ。まあまあ、直樹君、他人は口出ししないでくれませんか。お兄ちゃん、シエさんそんな、もう他のわがままにはうんざりだ。お兄ちゃん、あんな直樹初めて。おばさん、まっちゃんさん、おばさん、私がいけないんです。私がほらいつも入江君をイライラさせちゃってるから。うん、ことこちゃん、いや俺たちがいつまでも居候してるのが悪いんだ。しげさん、入江君、ついてくんな。だってお前と話したくないんだ。入江君らしくない。おばさんにあんなこと言うなんて入江君らしくないよ。どうしちゃったの入江君。俺らしさってなんだ。え、何も知らないくせに。大丈夫かな。黙っててくんないか、勇気。ことこのせいだ。みんな、みんなことこのせいなんだ。あの人はいつも仕事仕事でしょ。お兄ちゃんや勇気も何でも自分でできちゃうし、私なんてね、必要ないんじゃないかなって時々。いや、そんなことないよ、まっちゃん。だからね、ことこちゃんとしげさんがいてくれて私どれだけ助かったか。だけどね、まっちゃん、お願い、しげさん、出てくなんて言わないでよ。やっぱり出てこう、俺たち家族の中に他人が入り込んじゃいけなかったんだよ。
父ちゃんそんなことよーく分かってたんだけど、ついまっちゃんやいりちゃんに甘えちゃってな。賑やかな家族に憧れていたのかな。お父ちゃん、また二人きりになるけどやっとけるよな。うん大丈夫。やるか、いつもの。たく、下手っぴなんだから。うちに踏ん切りつけなきゃな。ん？直樹君のこと好きだって気持ちは大事だけどな、相手の重荷になっちゃいけないや。ん？お前にはかわいそうだけどな。いいの、だって入江君好きな女の子がいるんだもん。美人で頭も良くて入江君にお似合いの子。そうか、うん、なことこ、うん、頭は良くなくても美人じゃなくてもいつか分かってもらえるさ、お前の良さ。本当にうちの大学に進学するつもり？うん、でも足切りがあるんだよ。それにもし受かったってさ、入江君はうちの大学なんて絶対来ないって。いやそうだけど、ほらだけど万が一ってこともね。はいですよ。そうだよね。でも私は好きだけどな、諦めないことこって。そうそう、コトコ見てると希望は入ってくるの。そう、うん、元気出てきちゃった。東大経済学部？理学部じゃなくていいの？はい。ご両親はご存知なの？いえ、失礼します。入江くん。直樹、どうして理学部辞めたのよ。ああ親父の会社継ぐには経済も悪いからな。決めたのね。うん、分かった。麗子も学部変更か。俺も先生に登録しちゃ。あっ、あどうも。おい、直樹進路変えただろ。何があったんだよ。えちょ、なんだ、聞いてないのか。志望変えたんだよ。じゃあやっぱり同じ大学行けるの。やっ、いや、そうじゃなくてさ、そうじゃないんだよな。教えてくれてありがとう。じゃあね、やだ、こうしよう。あいつ、ほんとバカだな。あ、ごめんなさい。よし、頑張るぞ。あ、直樹くん、いらっしゃい。何しに来よってん。ほら、キー、俺のお客様だ。あ、はあ、いらっしゃいませ。毎度。直樹くん、こっちに座って。悪かったね、忙しいとこ呼び出して。いえ、
直樹君には謝っておきたくてな。琴子がいろいろと迷惑をかけたから。いえ、俺たちもうすぐ出てくから。それ本番ですか？うるせえな君、お客様にお茶だろ。はい、毎度。だからまっちゃんのことあまり怒らないでやってくれよ。まっちゃんあれで結構イリちゃんには尽くしてるんだよ。いや本当だって、まっちゃんイリちゃんの仕事のことで何かしようとするたびに必ず悪いことが起きるんだって。自分は疫病神だからって変なことに縁起担いでさ、自分が役立たずのような気がして寂しいんだよきっと。だから俺や琴子にもいてほしかったんだろうが、直樹君や結城君に嫌な思いさせて悪かった。あやちゃんうち今日はどんどん食べてよ、ね、いい魚が入ってんだよ。オッケー、タイ持ってきな。はい、マド。あいつチャランポランかと思ったら結構よく働くんだよ。いい板前になるかもしれないな。やる気があれば男は光る、まあ、直樹君なんかもうピカピカだろうけどな。いえ、早くしろ直樹。はい、入りました。おら、謎だろ。途中だろ掃除。はい、毎度。私だってちゃんとやるときはやるわよね。同じ大学へ行くことなんだし、ここのとこ教えて。何言ってんだお前。え、お前も東大受けんのか？東大だって進路変更したって。学部変えただけだよ、経済に。えそう。直樹ちょっと。あなたもういいからやめましょうよ。いいから来なさい。お母さんに謝りなさい、直樹。やだ、いいのよ、兄ちゃん、そんなこと。よくない。それから、しげさんやことこちゃんにもちゃんと謝っておきなさい。お母さんはお父さんの大事な妻だ。お母さんを泣かせるのはいくら直樹でも許さんよ。いやね、こんなとこでのろけないでよ。のろけじゃない、のろけじゃ。それから、しげさんはお父さんとお母さんの親友だ。ただの他人とは違う。まだあるよ直樹、座んなさい。直樹、お前志望学部急に変えたそうだな。まさかお父さんに変な気を使ってるんじゃないだろうな。いいか、前にも言っただろう、いくら今仕事が大変でもお前に手伝ってもらおうなんてお父さん全然思っちゃいない。わかったな。好きな道選べって言ったのは親父だろ。うん、そうしただけだよ。そうか、それならいいんだ。話はそれだけ。ああ、パパのバカ。ゆうき、パパに向かってなんてこと言うの。なんでお兄ちゃんを叱るんだよ。悪いのはママと男じゃないか。ゆうき、どこ行くの、リエくん。リエくん、リエくん、おばさんたち心配するよ、帰ろうね。ごめんね、私たちのせいで。だけどほら、もうすぐ出ていくから。リエくん、ついてくるな。やだ、心配だもん、リエくんのこと。ついてくるなって言ってんだろ。うんざりだよ。リエくん、親父もおふくろも、それに
お前の親父もいい年して友達ごっこなんかで喜んでて、バカバカしい。入江君、入江君、入江君、私が入江君のことなんて何も知らないって言ったよね。私は知ってる。入江君、時々すっごく意地悪なこと言うけど、本当に意地悪なんじゃない。心の中にあったかいもの持ってるのにわざと隠してる。大人の顔してるけどちょっと子供のとこもあって照れやで。うるさいんだよ。そんな入江君が好きだった。でも今日みたいな入江君は嫌。私のことはどんなにバカにされてもいい。だけどお父ちゃんやおじさんやおばさんをバカにする入江君は嫌い。入江君を嫌いになるのなんか簡単なんだから。入江君なんか大嫌いになってやる。嫌いになれるんだな。なれるわよ。嫌いになれるならなってみろ。その昔、マリー・アントワネットはあまりのストレスでたった一日で白髪になってしまったという。僕の場合はハゲた、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 こんなことになったのもコトコのせいだ。でもコトコが運んできた不幸はそれだけではなかった。おはようございます。おはようございます。コトコちゃん、早く食べないと遅刻するわよ。チーズ残してダメだよ。あれ体が資本なんだ。コレステロール、シゲちゃんも気をつけた方がいい。おやじ、何家出たいんだ。え、何言うのお兄ちゃん。ナオキ、どういうことなんだお兄ちゃん。ナオキ君、入江君。行ってきます。行ってきますよ、兄ちゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、どういうこと。兄ちゃん、何があったのよ。初めてよ。いや、俺が何か悪いこと言ったのか。どうしたよ、入江君。Thank you.
は楽しかったわ。お前玲子のことどう思ってんだよ。好きなのか。これから同じクラスの入江ゆき君の見舞いに来てくれない。やだよ、僕塾だもん。ほら、えぐねやっちゅうのは小学生の頃から少年が腐っとる。はい、どうもありがとう。よしよし、ええー、子やな。おう、ごめんからやるわ。はい、ちゃきゃっち。いやだ、やば。あ、先生助けて、あの人怖い。小学生に向かって何してんの、あんたたち。え、先生、ちょっと、あんたこれ無理だ。誰か、お前さえいなきゃよかったんだよ。お前さえ